PC のキーボードのブレイク、ポーズキーブレイクキーは、コンピュータのキーボード上に配置されているキーの一種で、ある。19世紀に導入された電信の回路を切断するためのキーに由来するものであるが、現在ではこのキーにははっきりとした目的がない。ソフトウェアで、タスクの終了や、複数のログインセッションの切り替え、モデムによる接続の中断などに使用されることはある。 九百八十五年の IBM のモデル M キーボードの導入以来、ブレイク機能はポーズ機能と統合されており、ブレイクキーはポーズキーとも呼ばれる。デウス X やコールオブデューティシリーズなどいくつかのゲームでは、このキーがポーズ機能のために使われている。標準的な電信の回路では、一つの回路上に送信側、受信側のすべてのキー、スピーカーとバッテリーが、 直列につながっている。スピーカーは双方のキーが謳歌された時にだけ明動する。そのため、オペレーターは受信時には自分のキーを謳歌したままの状態にしておくか、キーを短絡するスイッチを閉じておく必要がある。その結果、受信側のオペレーターはスイッチを開いて回路を切断することで送信側のオペレーターが送信するのを遮ることができた。こうすることで、 双方のスピーカーが明動しなくなるので、送信側は回路が切断されたことに気づくことができた。電信線が物理的に切断された場合も同様である。テレタイプ端末も蒸気の電信と同様の仕組みで動作した。ただし、送信側も常に回路を閉じる点が電信とは異なる。特別なブレークキーを謳歌することで回路を切断し、 強制的に論理的な例、あるいはスペーシング状態にした。この状態になった時、テレタイプ端末はそれを全ビットが例の文字として何も印字しない状態になる。送信者はこの時に発生する雑音で回路の切断を認識した。この仕組みはテレタイプ端末を使用したタイムシェアリングシステムのコンピュータにも持ち込まれた。スペースが連続する状態は 全ての有効な文字は一つ以上の論理的な位置からなる終了ビットで終わらなければならないという規則に反する。コンピュータはこれを特別なブレーク状態と認識し、プログラムの実行の中止やオペレーティングシステムに強制的にログインプロンプトを表示させる割り込みを起こした。現在では非同期連続電信は稀であるが、ブレイクキーは類似した目的のために、 端末エミュレーターやソフトウェアにより用いられる。現代の多くのパーソナルコンピュータでは、ポーズキーを謳歌すると、BIOS によって出力される、画面表示を中断し、何か他のキーが謳歌されると再開する。これは、テキストモードによるブート中や、Windows の50ラインセーフモードにおける、DOS プロンプトでも有効である。初期のポーズキーのないキーボードでは、ポーズ機能は、 CTRL ンロックにブレーク機能は CTRL スコーロックに割り当てられていた。このキーの組み合わせはポーズキーのある現代のコンピュータでも多くのプログラムで使用できる。101、102件のキーボードで専用のポーズキーを押すと CTRL とナンロックを順に押した時と同じスキャンコードを送信する。キーを離した時はその逆の順番である。 ソフトウェアが101、102件のキーボードであることを認識できるように、その前に E1FX が送られる。この接等時を認識できないソフトウェアでは無視される。ポーズはキーを離すまでスキャンコードを送信しない。そのため、このキーが押しっぱなしになっているかどうかをソフトウェアが知ることはできない。現代のキーボードでは、ブレークキーには、 ポーズの下にブレークと書かれていてその間に線が引かれているか、上面にポーズ、側面にブレークと書かれている。Windows では Win、ポーズでシステムのプロパティが表示される。ノート p c にはポーズ、ブレークキーが付いていない場合がある。この場合、以下のキー入力がブレークキーの代わりとなる。以下のキー入力がポーズキーの代わりとなる。 MacOS ではこのキーを使用しないので Apple キーボードにはポーズ、ブレークキーが付いていない。CTRL、ブレークと CTRLC は共にコンソールアプリケーションの実行を中断するのに用いられる。これらは統合開発環境で類似した効果のために使われる。これらの2つは交換可能であるとみなされるが、コンパイラと実行環境は 通常異なる信号をこれらに割り当てる。さらに、いくつかのカーネルでは、OS がキーボードバッファーを読み取るときだけ、かつ、それがバッファーの唯一のキーシーケンスである場合だけ、CTRLC が検出され、CTRL ブレ a クに翻訳される。このため、このようなオペレーティングシステムでは通常は CTRL ブレ a クを使用した方が効果的である。 ありがとうございます。